こんにちは、手相メンタリスト高文と申します。ご視聴していただきありがとうございます。手相知識を使いながら少しでも心が軽くなるような配信を目指しております。ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。今回も鑑定購入してくださった方の手相を一部抜粋でお伝えさせていただこうと思います。ご視聴していただいている方の中でも同じような手相があるのであれば参考にしてもらったり、未来への希望になるような時間にしてもらえたら幸いです。それではよろしくお願いいたします。指の形が素朴型という形でした。指先が太く短めで全体的に肉付きが良く、ずんぐりしたタイプです。この指の形の持ち主は物事をシンプルに考えます。忍耐力があり、義人以上に熱いような人でしょう。肉体労働を好むような部分があり、恥ずかしがり屋な人が多いです。自然に手のひらを開いた時の画像をいただいているのですが、薬指と中指がくっついているような人でした。穏やかで人付き合いも良く、何よりも協調性を大切にするタイプです。自然や部屋を愛する心が優しいタイプで、人に安心感を与えている人です。指の形、手のひらの開き方から、人から信頼の厚い人だというのが言えます。基本的に場の空気が乱れることを嫌い、少しでも機嫌が悪い人を見つけるとケアをしたり、組織などのバランスを取る役目を自然とやるタイプでしょう。外と内とでは見せる性格に差があるような方でしょう。手のひら全体から見える部分をお伝えさせていただきました。ここからは手相一つ一つの解説に移っていきます。紫で表しました感情線、こちらが人差し指と中指の間に向かうような線になっていました。好きな人や物事へかなり尽くすタイプだというのが出ています。献身的に人に尽くしていくでしょう。非常に家庭的な人になる傾向もあり、自分の周りの好きな人にはとことん愛情を注ぎます。人だけではなく、仕事や趣味などにも情熱を注ぎ、高いレベルに到達する人も多く見かけます。好きな人や物事に尽くす反面、好きなことが持てなかったり、興味のないことには見向きもしない極端な面もある好き嫌いがはっきりしているタイプと言えます。感情線の枝分かれした一方が長く下降している形になっていました。純真で情熱的な精神の持ち主とされます。集中力が高く、物事は盲目的に一心に打ち込むようです。自分がこれだと思う仕事や学問、分野などを見出せれば大いに力を発揮できます。ただ、興味が見出せないものには注意力が散漫なところがあり、波以下の力しか発揮できません。早い段階から自分の天職のような仕事に出会えれば強いとされます。また、考えや視野が狭くなりやすい時もあるでしょう。その場合、偏った見解を持つことがあります。良くない流れが続いているなと感じた場合は、今の場所から離れてみたり、今付き合う人たちとは違う人の価値観に触れてみたり、海外に行くなどするのもいいでしょう。そのように行動を起こしていくことで視野を広げていきます。赤で表しましたものを頭脳線と言います。頭脳線が手のひら中間付近に向かう形になっていました。心のバランスが取れているタイプと言えます。理系と文系の両方に才能を発揮できる人なので、バランスの取れた考え方ができ、適応範囲の広い人となります。コミュニケーション能力にも優れ、人をまとめる能力もあり、多くの人と接したり、活動の範囲も広い方が向いています。職場や部活、家庭等ではバランスを取る役目を果たしている人が多いでしょう。また、努力家で向上心が強く、優れた実行力とリーダーシップがあるので、人の上に立つ資質があると言えるでしょう。青で表しましたものを運命線と言います。こちらの先端が上矢印のような形になっていました。こちらを土台線と呼びます。土台線とは自分の生きるべき道を揺るぎなく突き進んでいくための足場をしっかりと固めてから運命を切り開いていくと表した線です。自分の夢や目標を持ち、その道に進むためにしっかりと準備や下積みをして目指す分野のスペシャリストになっていくそうです。早くから脚光を浴びるようなことはありませんが、地道に努力を重ね、多くの学びと豊富な経験を積むことで実力派として大成していく人に見られます。コツコツと自分のスキルを磨いたり、時間をかけて知識などを身につけていくことを得意とするような人でしょう。感情線、頭脳線、運命線をそれぞれ解説させていただきました。この依頼主様の悩みとしては、長年仕事を続けているが、それは自分に合っているのか、違う道を切り開いた方がいいのか、というような内容でした。この問いに対して、これらの線を踏まえた上での僕の考察としては、現在やられているお仕事がこれまで長い年月続けてこられているので、好きな仕事の部類になるのではないかということが考えられますとお伝えさせていただきました。かなり好き嫌いははっきりされている方だというのが見受けられましたので、これだけ続けられているのであれば嫌いなはずはないということが考えられます。やってみたいと考える新たな仕事があるにしても、今の仕事を続けながらも副業という形がいいのではないかと提案させていただきました。安定した収入のもとの挑戦であれば、お金の不安はなく、趣味の延長としてチャレンジができると考えられます。また、自分に合わなかったとしたらやめて、興味を持てそうな違うものを始めるということも取れると思います。
もしかしたら今やられている仕事がやっぱり好きだなと感じる瞬間もあるかもしれません。現在は比べる対象がないからこそ自分がやっているものの大切さも考えられないということも言えるとは思います。これらの理由からこの方には副業をしてみたらいかがですかという提案をさせていただきました。この依頼主様はこの鑑定をきっかけに踏み出す勇気が持てましたというご連絡をくださいました。心より応援しております。これで本日の鑑定解説動画は終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また今回のように実践形式で動画を作っていこうと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録してチェックしてもらえたらと思います。オンライン手相鑑定も販売しております。鑑定の内容としては、動画でお伝えしているような資質を一人一人の方に寄り添うような形で文章にしてお伝えさせていただいています。その際は悩みや質問なども受け付けております。ぜひ興味ある方は概要欄より覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。